完成10年、摂津名所杖、砂場泉屋の表口の挿絵完成10年、摂津名所杖、砂場泉屋の店内の挿絵完成10年、摂津名所杖、砂場泉屋の店内の挿絵開営2年、2000年袖間、津の国屋の表口の挿絵南千住砂場は、東京都荒川区南千住一丁目にある、海域に、創業の蕎麦屋店舗。江戸以来、東京の砂場は、 二つの系統が伝えられてきた、そのうちの一つの本家。海江元年、江戸名物の一つとまで評価された、工事長七丁目砂場陶吉は、幕末維新当時の当主は十一代目、長岡保で、動乱の時代にも、のれんを守り続け、本国町砂場と琴平砂場の二軒の名店を排出している。工事長七丁目砂場陶吉は、 ともえ町砂場とともに、江戸時代から続く老舗で、江戸、東京を代表する砂場ののれんである。1889年、母大寺である常仙寺で保管されていた、過去町が紛失、工事町七丁目砂場、陶吉の店歴を物語る資料を散逸したため、現在に至るまで14代を重ねたことは明らかだが、創業年は不明である。江戸時代の、 工事町七丁目砂場、基吉の場所、工事町七丁目は、現在の工事町四丁目で、海域の切り絵図によれば、工事町一帯はほとんど大名屋敷屋、旗本屋敷の武家地であった。久保城砂場同様、容易に素麦屋が開業できる場所ではなく、工事町七丁目砂場基吉にも、相当の後ろ盾がついていたのだろう。1912年、12代目。 高岡文次郎の時、現在の荒川区南千住一丁目に移転した。江戸時代の千住は江戸四宿の一つの千住塾で、欧州、日光、三戸の三街道が通る東京の北の玄関口だった。砂場の名は、豊臣秀吉が大阪を築いた時、大阪の泉屋という菓子屋が、資材の砂置き場に蕎麦屋を開店し、砂場と呼ばれていたのに始まる。徳川家康が、 江戸城を築くときは、江戸に進出し工事町に店を構えた。この家を建ててくれた大工さんは、近所の人で、まだ健在です。もう90歳くらいでしょうか。蕎麦屋の建物専門の大工というわけではないのですが、建てる前に、都内の老舗の蕎麦屋を一通り見て歩いたそうです。十四代目、長岡隆、蕎麦屋の系図、岩崎市にやち砂場の系図より、抜粋鉄道。 ありがとうございます。